はい、こんにちは。栃木の竹市農場です。じゃあ今からね、チンゲン菜の種まきします。これからね、冬に向かって冬に食べる、冬野菜のね、葉物の種まきになります。これはね、新しい袋ですね。先日母と農協の直売所行ってね、種を買ってきました。よいしょ。よいしょと。うん。あ、もうちょい下から切んないとダメか。あららら。結構ね、失敗するんだよね。ギリで切ろうとすると。よいしょと。はい、ああ、これはコーティングしてありますね。はい、ブルーのコーティングがしてあります。なんかこれは一回で巻き切りそうですね。こら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 、ダメダメ。ひっくり返されちゃうね。巻かないうちに肉にひっくり返されたんでしょうね、これね。これダメだお前、退場。はい、じゃあ一番最初にね、チンゲン菜の種を巻きたいと思います。はい、一畝をね、ざっくり3等分しましたので、奥の方から手前に向かって巻いていきます。じゃあいつものようにね、奥の方からほうきで、種をかけていきます。残った種はね、次回の種まきに使用します。